0時59分で始まりました。放送時間も早まりました。1時から0時になって、このまま行けばいずれはゴールデン進出かも。私たちをサポートしてくれる素敵なおじさまがいらっしゃいます。唐津ジュニさんです。どうもみんな生きてる？おじさま生きてるよね。えということで今日から1時間早くなるということはどういうことですか？そうですね、より素敵な番組に、うん、違うな、1時間早くなるということは1時間早く終わることですよね。でいずれどん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 時間を早めていって、最終的には朝の4時からやることです。バッドボーイズの0時59分。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。新番組が始まったわけやけども、始まりましたね。高田さん、はい、こいつらを一言で言うと何ですか？そうだね、大人数でいいんじゃないかな。いや大人数ね、まあ、見た目じゃそうですけど、こいつらはまだまだね、知名度が足りないんですよ。それは言えるわかるやろ。ということでお前らが、世間のみんなに知ってもらうために、うん、今日は俺がね、いいものを作ってきてった。プロフィール、よかった、はい、次は題してこちら、AKB48 百科事典エテセピア。じゃあまずこちら概要、はいね、これから見ていこう、はい、まずいくよ。 AKB48 とは2005年に誕生した非常に人数の多い質より量の女性アイドルグループである。下手な鉄砲も数打ち当たるからね。そうよ、その証拠見せてやろうか、はい、おい、まず秋元、 お前ね、なんかファンからなんかエキゾチックな顔で可愛らしいみたいな言われよんか、お前な。お言われよんか、言われよんか。あら、ね、でもお前の本当の素顔はこちらやないか、お前これ、はい、ワッと、はい、これこれやないか、お前の本当の顔、これがお前の本当の顔やろ。私でもこれでなんか頑張ったってすごい声いただいたんです。何が頑張ったって、なんかよかったよって。頑張ったって言いようけど、こんなもん妖怪男子演奏ですよ。何がエキゾチックやぞ。エキゾチックやろお前な。あと他にも俺は佐藤夏樹、お前の本当の素顔、はい、これ。一つ言っていいですか？完全にこのオンエアでファン減りました。他にもあるよ、これ見ていこう。ほら、また国民の約 60% は AKB48 ではなく秋葉48と勘違いしており、残りの 30% は篠田麻里子ウィズ AKB48。 しょうがない、 30% がそう思っとんやけど。思ったよ、思った。みんなのサタペディアになっちゃってる。サタペディア違うよ、 AKB48 や。また、48という数字は48人いると勘違いされているが、実は正式メンバーは45人しかおらず、今流行りの自動を使っている。ちょっとそれが、はい、AKB48 の平均年齢は 17.2 歳と一見フレッシュに見えるわ。あえて名前は触れないが、野呂佳代と大堀恵は今年で25歳、なんと古藤欧州と同い年である。ちょっとこれよ、古藤欧州、お前らの同級生はこれや、お前。それがよくもお前、恥ずかしげもなく制服着れるね、お前。恥ずかしいと思えよ、お前な。メンバーの特徴、アイドルらしからぬいろんな特技を持っている。おろろろ、ね、いきましょう、はい。高橋みなみの特技は、はい、滑らない話。おろろろ、そうやろ、はい、でも高橋みなみはこの前超面白いことがあったんですよと自分でハードルをグイグイ上げて、とっておきの面白話を披露するが 200% 滑る。100% じゃないですか。すごいな、 200% 滑るよ、お前ひどいやないか。
ここで突然ですが、南高橋の滑らない話、ある意味すごいんです。すごい面白いの。本当に面白いです。最初から言わん方がいいと思うよ。それすごい面白いから。これは自信があるんで。あ、そうなの。な、聞こう。あのですね、コンビニの前に猫を見つけたんですよ。コンビニの前で猫、はい、野良猫なんですけど、あ、可愛いと思って猫缶を買ってあげたんですよ、その猫に。いいこと、いいことしたでしょ。で、それで、あのちょっと食べなくなっちゃったから帰ろうと思って、ちょっと、あ、可愛いなと思いながら後ろ向きながら帰ったんですよ。そしたら遠くからあの犬を連れたおばあさんが来て、で、その猫缶食べさせたんですよ。その犬に猫缶を食べさせたんです。食べちゃったんだ。面白いでしょ。だってよ、今の払いどころなんですよ。どこが私が猫のために買った猫缶を犬が食っちゃったっていうお話。いや、お前の調子いい時見たことないでしょ。お父ちゃん、いやん、答えて、ホラーテ、アップアップクイズ。さあ、続いては、異常に人数の多いお前らが、信頼関係がいかほどのものか、ゲームで試してみたいと思います。さあ、日直のデコボココンビ、じゃあルール説明よろしく。はい、はい、これから赤チーム対青チームに分かれて、それぞれ代表6名で超常識クイズにバトルをしますが、単なるクイズではありません。両チームから1人が生贄となり、あちらの巨大滑り台にスタンバイ。おー、味方がクイズに正解すると滑り台がそのままです。ご覧のように間違いごとに滑り台が1段ずつアップしていき、俺最近このポジション多くない？あげくの果てには、あげくの果てには、こんな風に落ちてこの場みたいになっちゃいます。先に相手を2人落としたチームの勝ち。まさにチームワークが勝負の鍵となります。みんな頑張って。勝利チームには、こちらの推しピンバッジをプレゼント。ちなみに、現在のトップは、小島と峯岸の7個。もう7個ももらったよ。 あと3つで夢が叶いますから頑張ってください。じゃあ赤チーム、いきなり誰？誰？俺だ。おお、なるほど。大丈夫？続いて青チーム、いきなり誰？はい、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 振りが違う。ちなみに、滑り台をアップアップするのはこの番組の美術担当のテルミックさんです。なんかヘルメットになんか貼ってありますけども、あれ、前田敦子。ちなみにテルミックさんの推しは誰ですか？前田です。前田、よかったな。前田、最初の回答者はこの2人。問題です。 AKB のプロデューサー秋元康さんを漢字で書きなさい。それでは答えをお書きください。どうぞ。これは書けんとね。これは書けないかよ。お前らプロデューサーやから、一斉に答えを見てみましょう。オープン。秋元康、秋元康、あ、漢字は違いますけども、正解を見てみましょう。正解はこちら。というわけで、小島正解で、青チーム滑り台アップしてください。どうぞ。やばい、これは。さあ、だんだんアップして、大丈夫かな。あ、これ意外といく。早く次の。まだ大丈夫。やばいやばいやばい、やばいよ、もう落ちそうよ。の小林、たった一段階でまさかの落下。早い早いよ。ということで、1回戦は赤チームの勝利。見てみよ、あの太田のあの余裕な感じ。さあ、じゃあ続いての生贄決めて。
美術さんが推している前田敦子。おお、はい、前田行く、大丈夫か、耐えるか、あれ頑張ります。よっしゃ、わかりました。じゃあ青チームの生贄誰？誰だ、私やだ、じゃあ私やるよ。寒い空気の中、第1問問題です。 NHK とは何の略？さあ、それでは答えを一斉に書いてください。どうぞ。分かったから、紅白出てますから。そうや、それでは答えを一斉に見てみましょう、はい、オープン。ナチュラル放送系まあ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 、間違ってない。ナショナルハチミツキツネ、どういうことや。正解の方見てみましょう。正解はこちら、日本放送協会。というわけで滑り台の方アップお願いします。野呂結構余裕やね。結構幅があるんで。よかった。続いて17歳対決。では問題です。お、自由の女神を書きなさい。お、これはですね、清とガークに正解の絵を描いてもらいますんで、清とガークの絵と比較して、正解不正解を決めますんで、清とガーク描いてもらってよろしいですか。はい、はい、そうだ、お台場にある絵だ。どうぞ。何これ。ちょっと待って、これ何。京都科学はこちらです。はい、判定は京都科学にしてもらうから。じゃあ京都科学、これいいですか。アイテム的には合ってるんですけど、うん、やばい、やばい。もう一度頑張れ、もう一度頑張れ、頑張れ。この絵を見てると幼稚園児より下手いんで、幼稚園児より下手いんで、絵で見ると青の勝ちです。ということで赤チーム滑り台アップしちゃってください。どうぞ。すでにいっぱいいっぱいの前田パンチキュースか。問題です。お寿司の鉄火巻きはマグロ、ではカッパ巻きは何を巻いたもの。おー、いけ。それでは答えをお書きください。どうぞ。自由のカッパ巻きは何が巻かれるの。さあ、それでは答えを一斉にオープン。きゅうり、きゅうり、野菜。それでは、正解を見てみましょう。正解はこちら、きゅうり。ということで赤チームは正解だけども、このキュウリ、野菜っていうのは、キュウリ、キュウリの、うが書いてないから、これが気に入らんのよね。野菜って書いてあるから。はい、ダメー。サタのイチャモンによって青チーム不正解。なんで野菜とか書いてんだよ、お前。なんで野菜書いてないって。あれ、あれ、いける。前田はまだ大丈夫。前田はやばそう。ここで両チーム連続正解。しかし生贄の2人に限界が近づいていく。そして緊張の6問目。では問題です。はい、横綱朝青龍を漢字で書きなさい。あ、それではどうぞお書きください。これは書けるよ、これは書けるやろ。朝青龍、やばい、左足が痙攣しちゃったんだけど。え、でもファンの子そういうの見たいよ、見たいよ。前田のそういうとこ見たいよ。前田の痙攣。あ、痙攣してきた。いやいや、見たくない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 から。オープン。朝青龍、朝青龍、うわうわ、すいません、これ なんて書いてあるの、これ朝青龍、この漢字なんですか、これ。何これ、気持ち悪い。朝青龍、惜しい。正解をどうぞ。朝青龍、朝に青いの龍ですね。というわけで両チーム滑り台アップ。
るんです。ダメ、高くなくなっていい。ちょっと誰今高くなくなっていいって言ったの。ちょっと大島ひどいよ。感覚なくなっていいってちょっとひどいよ。7問目は両チームともに正解。しかしこれ正解の正解でつらい。滑り台に乗って早15分、体力はもう限界。そしてついに決着の時が訪れる。滑り台に乗る2人についに限界が訪れる。では問題です。昔話桃太郎で桃太郎が連れていたお供の動物。落ちた。落ちた。なんと問題の途中で前田が落下。完全に顔が粉の中に。前田、前田。カメラこっち。おはよう。おはようございます。やばい。びっくりした。これがあのドラマでやりよう人よ。さあ次の生贄はこいつだ。宮沢と宮西。成田ブライアンを書きなさい。知らないなら知らないで自分らの思うものを書いてください。はいどうぞ。分かんない。はい書いて。今ね全員分かんないって言い出したんだけど。ちょっと待ってよ。オープン。何なん成田ブライアン。しかも成田っていう、うん、あの動物で、うん、ブライアンが名前。成田かのブライアン。成田かのブライアンっていう動物。これ何。飛行機。飛行機。え成田ブライアンっていう飛行機なんや。あ成田やけ。成田。ああなるほどね。正解はこちら。正解は馬。まあ、馬をかけば OK だったんですけども。さあということで両チーム不正解なので50度まで開けちゃってください。どうぞ。第3試合は一気に3段階アップ。その角度はなんと50度に。50頑張れ。いや切られない。50は突っ張った方がいいって言ったの。突っ張った方がいいじゃん。足引いてください。甘く見ていた宮沢に大問題発生。どうやる。最後上に宮沢、そのポーズはダメよ。一体どうなる宮沢。お前アイドルやろ。そのポーズはダメよ宮沢。宮沢、そのポーズはダメ。宮沢、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 宮沢。お前アイドルやろ。お前アイドルや。体勢を立て直そうとした宮沢、セクシーポーズのまま落下。宮沢、宮沢。ここで勝ったはずの峯岸に思いもよらぬ事態が。戻しててください。峯岸大丈夫よ。はい大丈夫よ。峯岸大丈夫よ。はい大丈夫よ。峯岸。滑り台が動いたことで峯岸も粉の中へ。その結果峯岸の方が負けたみたいになっとるけどね。顔見たら1対2で赤チームの勝利。ということで赤チーム全員に推しピンバッジをプレゼント。さあ続いてはこちら。1,2,3,4